アーマーヒーローハンタースタリオンに変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、アーマーヒーローハンタースタリオン変身ベルトです。はい、久々に中華特撮ヒーローの変身アイテムいきましょう。アーマーヒーローシリーズっていうと2年ぐらい前にキャプチャーをレビューして、カブトゼクターとガイムの戦国ドライバーの6シードみたいな2つのギミックを持ったなかなか面白い変身ベルトで、とはいえまだ荒削りなところがありましたが、これが2015年のヒーローで、こっちが2018年。向こうの特撮ヒーローの変身アイテムは前から気になったんだけど、意外とお買い得だったので買いました。アーマーヒーローのロゴはこれまでと変わりませんが、ハンタースタリオンと書いてあって、要は馬がモチーフになってるってことですよね。メット造形の顔が確かに馬で、そこから縦髪って感じかな。あとバックル部分が馬のひづめっぽくなってて、ブレスを見る感じドラゴン要素もあるようですが、ダブルモチーフになってるのかな。外箱はね、普通にめちゃくちゃかっこよくってフルカラーで、向こうの特撮ヒーローはアイテムも含めてクオリティがすごいことになってるのは知ってましたから、デラックス鬼退治だって中国と韓国の超可動合体ロボに触発されて作られたって公式のブログに書いてありましたからね。ブレスと非接触的な感じなのかな。そして4タイプチェンジというか、4つのアクションでサウンドが変わるっぽいね。変身的な顔と、これ必殺かな、ガン必殺キック必殺みたいな。でそれ以外にも追加の武装だったりとか、ヘッダー的なね、リモード変形フィギュアも発売してるって。これまた日本人のセンスとは違うアーマー造形、割と僕好きだな。顔とか超かっこいいしね。ではレビューしましょう。以前中華ヒーローのフィギュアとかもレビューしましたが、ほんとよくできてましたよね。はい、取り出すと、おー、普通に質がいいね。あ、でもベルト、サイドベルトのチープさはやっぱあるな。あ、これ新品じゃん。開封品で安かったけど。新品のはずなのに、まあまあ小傷が。まあでも、デモンズドライバーとかもね、こういうのあるからな。で、この向きが正位置だ。確かに馬のひづめっぽく、おお、なってんだ。動くんだ、ここが。へえ、で、見て、メカモールドとか、超かっこいいんだけど。そして、ここがボタンになってると。ベルトとしては相当コンパクトですね。サイドベルトのチープさは否めないけど、この辺がまた、最近のアーマーヒーロー系だと、改善されてたりするのかな。これが、あー、なんか懐かしい。小学校の頃とかさ、こういうので、ほら、こういうのありましたよね。あ、でもこれ、便利だね。簡単に装着できるし。この採用、意外といいね。こっちでも電池とか入れるの何もないんだ。でも非接触なんでしょ？パッケージを見る感じ。バリバリバリってなってますもんね。はい、中身はこうなってて、ベルト本体とブレスレット、サイドベルトが2つ。ちなみに以前のキャプチャーでは、横幅結構あったんだけど、それに比べてだいぶ控えめで、最近基本的に大きいんで、それに比べると3分の2ぐらいの全長かな。コンパクトめなゼロノスベルトとかに比べると、バックル部分はちょうど同じ感じ。電池はここに、単4が3本。電池入れたら、でも裏側のさ、メカモールドとか、全然チャッチくないし、成型色のチープさなんかも一切ありませんね。電源オンが楽しみ。なんだ？カタカタ言ってる。で、ドラゴンだね。馬とドラゴンの融合？これがベルト起動音だ。ここが発光して、絵柄が浮き上がる。で、あとはボタンに反応して、4パターンの押し方、プラス、ブレスの非接触で明らかにここと連動しますよ、みたいなクリアパーツがあるんで、そこと、箱を見ると、ここだね。このネジっぽいところを合わせると連動するようです。まずはベルトつけようかな。ベルトだいぶチープだね。
回はめたら終わりのやつ。この辺も最近はじゃあ改善されてんのかな。はめたら、あ、外れない感じっすね。黒ベルトかっこいいな。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、ベルト止めとかはなかなかしっかりした作り。ここは、あ、ロック入るわけね。あ、いや、そんなことないか。あ、でも、あ、ロック入る、すごい。だから裏側がギザギザになってんだ。へえ。まあでも延長、大人がはめるには延長ベルト必要なぐらいかな。はい、ぐるっと見回すと、こんな感じで。ボタンは、この4つ。以外は、ここはずれるけど、ボタンとかで連動するわけではありませんね。このようにヒンジで稼働するんだ。ブレスレット、本体、ここはね、中に、多分アルミ的なものが入ってて、このよく曲がるやつ、小学生の時とかこういうのありましたよ。なんかこう光るやつでさ、安全に投稿できますよみたいな。はい、ぐるっと見回すとこうで、ここでも馬の蹄があって、でも馬っていうよりはやっぱドラゴン要素の方が強いな。でワンタッチでこのように装着することができます。パッケージを見ると左手に装着して上から非接触って感じですね。なんで、こういう向きで、ここで反応させるんだ。なるほどね。あれかな？ IC、電池とかないから、IC チップとかじゃなくて、単純な磁石で反応させるタイプかな。では変身遊び行きましょう。4つ同時押しからのブレス非接触で変身。右2つで、多分これは、これっすよね。武器アイテム必殺。で、左二つで銃攻撃必殺。上二つでキック必殺か。では行きます。四つ同時押し。お。おお。あ。待機状態か、これで。スピーカー下っすね。変身。無駄にかっこいい。さすがアーマーヒーロー。やっぱ、期待に応えてくれるな。全然チープさないんだよな。なんかカタカタ言ってんのは絵柄が変わったから浮き上がる。中でこう入れ替わってるんですね。すげえ、ちょっともう一回行こう。おー、ほら、ハンタースタイオンだから、ヒヒーンって、馬の声入ってるもんね。あ、ここやっぱあれだ、カバー展開した状態だと、触れないから、でもこうしてこうすればいいのか。サウンドはいいけど、音量も大きいし、気持ちセンターから絵柄がずれてるのは改善の余地ありだな。これがまず変身一種類目。ドラグバイザー的な腕にはめるアイテムで攻撃。右二つ。あ、待機音一緒だ。で、またパタッパタッパタってなんか駆動音が聞こえたね。これで絵柄が入れ替わるってこと？おー、武器必殺だ。全然違う絵柄になってる。いい。アーマーヒーローさすがだな。次が、銃攻撃。ちなみに非接触はすごい反応いい。本当に、触れずに。こんな感じで、ウィザードリングみたい。ウィザードリング的な要素を今回は取り込んでるのかな。でも、
気持ち絵柄が今度上行きすぎで、ちょっとずれてんだよな。あれかな、中でパタパタ駆動するから、それのせいかな。で、最後はキック必殺。かっこいい。馬の走る音が聞こえてからジャンプからライダーキックみたいな。へえ。これで全部音だ。なので4つ同時をして変身、攻撃攻撃攻撃で、下2個は？あ、反応しない。斜めとか。あ、これも反応しない。ちゃんと、4つのモードに対応した押し方じゃないと、反応しないんだ。この状態で切り替えるとか。あ、解除もできない。一度は発動する必要がありますね。なんでコレクションアイテムとかなく、もう単純にベルト本体のみで4つの音声が全て完結してると。なので4サウンド一気に鳴らしましょう。変身。でもここのさ、発光造形とかほんとかっこいいよね。打撃武器必殺。射撃武器必殺。消えてからじゃないと反応しませんね。爆発音派で、キック必殺。って感じの変身ベルトになっております。よいね。でもなんか、何かしらの追加アイテムが欲しいけど、コレクションアイテムどっかにはめるとか、そういうものではなさそうなんで、ハンタースタリオンに関しては、変身ベルトこれで完結してるのかな。ただ日本のデラックス玩具では見ないような、中の映写する絵柄が入れ替わって、ここの発光絵柄が変化するっていう、デモンズドライバーのアナログ版みたいな。デモンズドライバーはデジタルで、いろんな絵柄を表示するじゃん。それのアナログ版的な感じですけど、とはいえこれ、もう4年前の変身ベルトなんで、今2022年はもっと進化してるんじゃないかな。あと連動してブレス側が発光とかそういうのも一切ありませんので、多分ここに磁石が入ってて反応してるはず。なのでガイアメモリのスピーカーとか近づければ、あーほら何もしないのに反応した。電源オンして、電源オン専用の絵柄あるね。で、磁石近づけると。やっぱそうっすね。磁石反応だね。今回もなかなか遊べるアイテムになっておりますので、非接触の反応もいい、ボタンで絵柄も変わる、音量も大きくて、音質すっごいいいからね。アーマーヒーロー変身ベルトまた見かけたら買ってみたいと思います。以上、アーマーヒーローハンタースタリオン変身ベルトの紹介でした。